どうも、明次郎です、今回はですね、今日、検算中のツイッターの方から次回のね予告というか次回プロフィール紹介する方のねツイート来たのでこれを紹介していこうかなと思います。で今、画面にも出てると思うんですけども、やっぱり予想通り、サリーと、カナエルと、萌えちゃん、そして、ナゴビンがプロフィール紹介されるということでね、まあサリーからいきましょうか。サリーは、トリッキーエピソード&驚愕の特技を披露ということでね、多分特技の方はもう、映像でも出てますけども、あのフィギュアスケートをやるのかなと思いますし、トリッキーエピソードこれ楽しみですね。で多分プロフィールの欄のことでいじるんだと思うんですけど、これは楽しみですね。で、次は萌えちゃんですね、本人もやっぱりぶっ飛んでいた鈴花萌えということでねいやもう予告の時点でだいぶぶっ飛んでましたけどね、多分おそらくなんか腹話術をやるんだと思うんですけども、あれはもうやばいっすよね。もうカオス確定みたいな感じで、さすが萌えちゃんだなと思って、いやいやいや、でも彼女のインパクトというか、爆発力は本当にすごいですよね。なんかふわふわしてるけど本当にあの爆発力、力のある人だなと思います。本当に楽しみです。で、カナエルですね。カナエルは、千切り対決に挑むということで、ね、対決ですか、これ誰かと対決するんですね。誰と戦うんでしょうか。まあなんか、7分の22メンバーはあんまり、お料理をしているイメージがあまりないんですけども、まあ、カナエル以外。さあ、誰と勝負するのか。まあ予想しますか。カナエルでしょ。どうだろうか。この間、ルーリーの時に多分サリーはサポート役で出たので多分出てこないと思うので、誰ですかね。やっぱりなんか逆にここはなんかルーリーとかとやりそうな気がしますね。はい、これも楽しみです。で最後が、ナゴミ、試着チャレンジとはということでね、なんか、この間初回放送のなんか映像でもちょっぴり出てましたけど、なんかナゴミがねお洋服屋さんでなんかやってる映像流れましたけども、おそらくなんですけども、多分、試着、なんかこれちょっと試着させてくださいみたいな、そういうのを、そういう感じにやっていくのかなって思います。で、これで僕は思ったのが、皆さん、ナゴミの映像ちょっと映りましたけど、首から下げてるお財布の感じ、めちゃめちゃ可愛くないですか？で、これをね、これわかるよって人はぜひコメント欄にコメントよろしくお願いします。